和の心。それは日本で脈々と受け継がれてきたもの。その伝えゆく美しさは今も職人たちの手によって人々を魅了しています。わびとさびを兼ね備え今もなお息づく日本の魅力、それが和の美しさ。江戸時代以前より東京随一の繁華街として栄えてきた浅草。人情あふれる東京の下町に今もなお残る和の美しさとは。今や東京の新名所として名高いスカイツリーを望むことができる浅草。日本随一の観光地であり江戸の風情を残す東京下町の顔として知られるこの町は、古くから人が集まる場所だったといいます。古来産業の中心となり、まさに日本文化の礎を支えてきた浅草には、今でもそこかしこに下町の情緒があふれています。そんな古の文化を肌で感じようと、修学旅行生や海外からの旅行客が押し寄せ、日々大変なにぎわいを見せており、浅草のシンボル浅草寺に至っては1年でなんと3000万人もの人々が訪れているといいます。それはあのディズニーリゾートを年間訪れる観光客とほぼ同じ数なんだとか。浅草には職人たちの熱き人情とともに脈々と受け継がれてきた伝統と文化が残っています。こだわりの一品を作っている職人や飽きなっているお店、それらが未だに根強い人気を誇っており、全国ではあまり見ることのない伝統工芸がこの町では今も息づいているといいます。そんな浅草にある和の美しさとは一体。食べ物屋さんのお寿司屋さんのね、酢飯に。浅草を歩くとよく目にするのはこの人力車。古くからこの町に溶け込んでいるイメージの強い人力車ですが、浅草におけるその歴史は意外にも新しいことをご存知でしょうか。現在世界中で そんな人力車を浅草で初めて走らせたのがこの時代屋。もともとは観光で使うものではなかったそう。今浅草では主に観光の人力車がこう知られていますけども、19年前ですね、ご新郎様ご新婦様にお乗りいただく婚礼の人力車が、人力車自体が浅草で初めて動き始めました。それがきっかけですね。およそ20年前、婚礼のサービスとして始まった人力車でしたが、その街に溶け込む姿は徐々に観光ツールとして人気を博し、現在では浅草で6つもの業者があり、多い時で30台以上も街に出ているといいます。しかしバスやタクシー、そして自転車よりも遅い人力車、ここまで発展を遂げたのはどんな理由が。
いやもう本当人力車という言葉が表している通りに、本当に、車夫の、まあ、人力車引きのですね力のみで、動く乗り物でございます。ですのでお客様に、この人の力のみで動く、車をこう本当に楽しんでいただく、味わっていただくというところが人力車の、まあ、和といいますか良さだと思っております。文明が現在のように発展する前、大切な移動手段となっていた人の力だけで走る車。そんな原風景を感じることができるのがこの人力車なのかもしれません。せっかくなので鈴木さんに車夫となってもらい、その良さを体験してみたいと思います。はい、それではゆっくり持ち上げます。背中背もたれにつけてお待ちください。よいしょと。はい、これで水平になりました。腰掛け直していただきまして、お尻を奥に入れていただきますとより安定します。はい、ありがとうございます。あ、では出発でございます。この車夫の背中にある人偏に車という文字、もともと人力車を表す言葉で、明治頃から戦前まで使われていたんだとか。時代屋ではベテランになるとこの車を使った車夫名が付けられるそうで、鈴木さんも車重松という名前なんだそう。この日は残念ながら小雨降る天気でしたが、基本的には年中無休、料金も3000円から利用できるようです。はい、人力車は軽車両扱いでございまして、自動車と同じ動きですね。自動車、まあ、原動付きバイクと同じ動きですね。そんな人力車に乗って早速やってきたのは浅草のランドマーク雷門。本当一時的に雷門前外国人の方だけになる瞬間もあります。はい、日本人の方が全くいないという、はい、さてこの人力車乗ってみて気づくことは、意外にも全く揺れず乗り心地が良いということ。車夫が走っていても車は安定したままです。まあ、観光であってももちろんなんですが、婚礼の人力車といった時にお祝いの、人力車でございますので、極上の乗り心地じゃないとはいけないわけですね。はい、もう手元のバランスもやはり、乗る方によって、それは何も体型といったことではなく、例えば女性のお客様だけの時、男性のお客様だけの時乗る方がですね、それだけでやはり基本的な重さが変わりますので、手元のバランスも変わります。なおさら外国人のお客様男性2人組、はい、覚悟を決める瞬間ですね。はい、引こうと思えば誰でも引くことができる人力車。しかし車夫の言う極上の乗り心地を演出できるまでには最低5年はかかるんだとか。そうですね、今西の街中に入ってきました。こちらはそうですね、本当に路地がいっぱいあります。そしてお店さんも本当にたくさんありますね。そして観光案内も大事な仕事の一つ。路地裏の老舗から最新の流行まで常に浅草の街を熟知していなければいけないんだそう。大黒屋さんはね、老舗の天ぷら屋さんでございますね。良質なごま油 100% を使って作っているという天ぷらですね。あそこ甘味どころ、有名どころ梅園さんですね。甘味どころ泡ぜんざいね、とても美味しいですね。人気のお店さんです。
そうですね、あとは実際にお店に入ったりお話しさせていただいたりとか、自分の本当に体験の中での表現も加えますね、ガイドの中ではですね、はい、むしろそっちの方がやっぱり生の、こう案内になるので、いろんなお店にはよく行きます、はい、そうですね、そこ宮田レコードさんも演歌中心ですけどもね、はい、昔ながらでカセットテープでね置いていたりもねします。幼い頃両親に肩車をしてもらった時のように、いつもより少し高い位置から見る浅草の街並みは江戸の趣をより深く感じさせます。情緒や風情、人情など東京下町の持つ独特の文化を伝えるのは難しいですが、だからこそそこにはこの上ないやりがいがあるといいます。日本人観光客の方だけではなくですね、外国人のお客様にも浅草を感じていただけるように、観光の人力車はもちろん、まあ、日本文化のこの体験というのを通して浅草に触れていただきたいなと、多くの方に触れていただきたいなと思ってます。浅草を全力で体でもっとこう伝えたいですね、はい。浅草の西側にあるかっぱ橋道具街、ここにも日本特有の技術が受け継がれている場所があります。それが変わった看板を掲げる元祖食品サンプル屋。メニューに載っている文字情報だけでは想像しにくい料理を実に明快に再現する食品サンプル、そんな食品サンプルを現在のように広めた人物がいるのをご存知ですか？それが食品サンプルを扱う株式会社岩崎の創業者、岩崎滝蔵。岩崎は熱いろうが水面に落ちた時に花のように広がる様子を見て、ろうを使い食品模型を作ることを思いついたのだとか。そして試行錯誤を重ね作り上げたのがオムレツの食品模型。細部まで忠実に表現された模型作りの技術はその後日本全国に広まることとなりました。日本の食文化の発展に大きく貢献してきた食品サンプル、そんな技術は現在にも受け継がれています。機械製作ってしてないんですね。で、ほとんど手作りなんですけども、同じものは一つもないっていうところですね。もちろんあの造作ものって測りますけども、それでも全て形が若干違ってたりしますので、同じものはもうないですね。そうですね、私たちの職人たちはですね、まずあのお客様の必ずニーズに合わせるということですね。本物よりかも美味しそうに見せるためにものすごくやっぱり努力はしていくんですけども、やっぱりそれを使うことによってまたお客様が繁盛していただければということはありまして、まず本当お客様のニーズに合わせていくということを一番最初に挙げて作ってますね、はい、技術の発展により熱や直射日光に弱いろうから樹脂やシリコンを使ったものが通例になったことで耐久性が格段に向上し、細部の精細な表現も可能となりました。もちろんそれは科学的な技術の向上だけではなく、職人自身の緻密で絶え間ない努力があったからこそ。やっぱり自分があの食事して見つけていくところって多いですよね。で、最初はやっぱりよりリアルに見せるために、例えばあのエビの背中の模様は何本あるかとか、でイクラの粒はどのような形で上を向くのかとか、そういったところまで的確に自分たちで目で見て味で確かめてというところはありますね、はい、日本で生まれたその独自の技術と文化は単なる食品模型というジャンルには収まらない新しい価値を生み出し、
世界からも注目を集めるようになりました。山下さん曰く、これからはリアルさの追求とともに、より高度な美味しさの表現力が求められる時代になるといいます。やっぱりこれだけではとどまってはいけないと思うんですね。やっぱりより一層リアルに見せるために、本当に匂いがまでしてきそうなぐらいの食品サンプルを作っていかなきゃいけないということもありまして、技術面ではいろいろ改良を重ねながら、これも一つ一つ違うやり方を考えてみたりとか、どん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 進化し続ける食品サンプルを続けていっていくのがもちろん自分たちの仕事だと思ってますので、これで止まってはいけないかなと思っておりますね、はい、カステラ生地にコシアンや小倉あんを入れ、七福神や雷門をかたどって焼き上げた和菓子人形焼き。浅草土産の定番として知られるこの商品の名前の由来は、東京人形町で生まれたことからだそう。そんな人形焼きを明治元年、浅草浅草寺の境内で販売したところ、たちまち評判となり、こぞって人が訪れたんだとか。創業145年を迎えるその店が、仲見世通りの中でも最も浅草寺の本堂に近い場所でのれんを掲げる木村屋本店。浅草で初めて人形焼きを売った老舗ですが、当初は人形焼きという名前ではなかったんだとか。今でこそ人形焼きって言われてるけど、最初ね、名所焼きって言って、昔からね、この形のやつ、鳩を提灯、雷、五重塔って4種類あるんだけど、それを名所焼きっていう形で販売してて、とすぐにね、お客さんの方から人形焼きって言われるようになって、もう人形焼きに変えて、それでずっと人形焼きとして、それで、うちがどうとかいうよりもお客さんの方で話がどんどん広がってて人気店になったんだと思うんだけど。人気のキャラクターものをかたどった商品も出てくる中、この木村屋本店では町の名物として、浅草の名所をモチーフにかたどった商品を当初から変わることなく受け継いでいます。またこの形を覚えてて、あ、浅草の人形焼きだって思ってくれてるんで、この形を逆に守っていかなきゃいけないっていうのもあると思うんだよね。スカイツリーができたから、スカイツリーっていうわけにはいかないよね、伝統あるんでそれもまたいいんだと思うんだけど、またそれもずっとやっていけばそれも伝統になっていくんだけど、うちはこれで伝統を作ってきてる。その形から使う材料の配分まで、創業当時から何一つ変わることなく同じ場所にある人形焼きは、昔懐かしい味を求めた根強いファンも多く、繁忙期には1日1万個以上も売れることもあるんだそう。そしてこの店頭での実演販売も浅草の名物。型に入れてからおよそ40秒で焼き上がるそうで、店先からこの音が聞こえると、ほんのりと甘く香ばしい香りとともに、昔ながらの人形焼きが完成します。150年近く続く老舗の味。しかし、焼き上げる職人やその時の気温によってもわずかに違いが生じることもあるそうで、伝統の味を受け継いでいくことは容易ではないんだとか。この味を守り続けるっていうのが、そのマニュアルとかで残せないから、それを覚えるまでの、なんだろう、今も修行の身なんだけど、何十年もかかってそれにたどり着いてっていうことと、あとはその自分の舌で覚えていく、感覚で覚えていくっていうのが大切というか、その守っていかなきゃいけないこととか、プレッシャーの一つになるのかな。浅草寺御用達のお菓子としても使われる木村屋本店の人形焼き。今も昔も変わらないものを作り続けることで積み上げてきた伝統は、ここ浅草ならではのつながりを生み出しているといいます。とにかくお客さんが多いんで、やりがいはあるし、それで修学旅行のコースにもなってるのね。
だからその修学旅行のところに来て、あと大人になって買いに来てくれたり、その辺も浅草の良さだと思うんだよね。他のところで働いてたら修学旅行とかで、ね、来ることもないだろうしね。だから出会いが多い、そういうその人と人とのつながりがいろいろ、まあ、うちでもこんだけいろいろあるんだから、浅草全体で考えればもっとすごい深い人間のつながり合いがあると思うんですよね。人情というかつながりがね、うん、深い街なんだなとは思います。他の東京の地域では見ることができない不思議な魅力があるのではないでしょうか。